デニス・スアレス・フェルナンデスは、スペイン・ガリシア州、サルセーダ・でカセーラス出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・セルタ・デビーゴ所属。ポジションはミッドフィールダー。2009年に、スペインのセルタ・デビーゴのユースチームでキャリアをスタートさせ、2011年5月23日、イングランドのマンチェスター・シティ・ FC に加入した。2013年8月22日、 スペインの FC バルセロナへの加入が発表された。バルセロナは、当面、セグンダリビシオンに属する FC、バルセロナ B に組み込み、将来的にトップチームに昇格させる方針である。また、100試合出場するまで、10試合出場するごとに80万ユーロのボーナスをマンチェスターシティに支払う契約となっている。セビージャでのスワレス2014年6月16日、バルセロナが、 イヴァン・ラキティッチを獲得したため、その交換要因として、セビージャ FC に2年間のレンタル移籍することが決まった。2015年8月に、ビジャレアル CF が4年契約でスアレスを完全移籍で獲得した。2015年8月28日、FC バルセロナからビジャレアル CF へ4年間の買い戻しオプション付きで完全移籍した。2016年7月4日、 買い戻しオプションを行使して、バルセロナへの復帰が正式に決定した。移籍金は325万ユーロ。2017年1月22日のエイバル戦にて、先制点を挙げ、公式戦初ゴールを記録した。2019年1月31日、アーセナル FC への期限付き移籍をすることを発表した。2019年6月30日、セルタデビンゴと契約した。 スペイン代表として UEFAU-17 欧州選手権予選に出場し、6試合で2ゴールを記録した。2012年には UEFAU-19 欧州選手権に出場し、優勝に貢献した。ありがとうございます。